H&KAG36 は、高低圧理論により作動する、単発式の 40mm 敵弾発射機である。主として、H、H&KG36 に装備するよう、設計された。開発は、ドイツのオベルンドルフに所在する兵器製造会社、H、H&K 社による。AG36 は当初、アメリカ陸軍が提示した。 強化的弾発射器の必要資格に対し、H&K 社が候補策として出したもので、H&KXM8 及び FN スカー、アサルトライフル用として審査された。AG は、アンバーグラナとアーファーの略。36は、同射性の G36 自動小銃に由来する。この敵弾発射器は、取り外すことができ、ストックをつけたものは、単体で使用できる。 また、LLM01 レーザー光モジュールを取り付けることができる。ラトビア陸軍の g 3 6ルトに装備された AG36H&KG36 シリーズを含む多くの最新兵器システムのように AG36 敵弾発射機にもポリマーと高強度アルミニウム合金が広範囲に使用されており、その質量の軽さと耐久性に寄与している。 AG-36 は、プラスチック製の訓練用弾薬、軟質ゴム弾、CS ガス弾とオクルガス弾、白輪弾、高性能榴弾を含む、ほぼ全ての 40X46mm 敵弾を発射できる。一旦装着された AG-36 は、小銃本体の傾向や操作上の機能、また、射撃の正確さに影響を及ぼさない。 AG-36 は、ドイツにおけるイズ計画、未来の不評プログラムの一部に位置付けられている。AG-36 は、中折れ式アルミニウム製方針を用いた、単発式の敵弾発射機である。アメリカの同種装備品である、M203 グレネードランチャーと異なり、AG-36 の装填時には、方針が、左側面へとスイングアウトされる。これは、 より前兆の長い敵弾の使用、例えばボート鎮圧用のゴム弾、または照明弾の使用を可能にしている。装着に際しては、小銃のハンドガードを丸ごと AG36 と取り替える。本敵弾発射機には容易な取り扱いのために、手動式の安全レバーとグリップからなるトリガーグループが付けられている。照準は、標準的なラバーサイトを用いて行われる。 この小準機は、敵弾発射機本体の左側にあって、使用しないときには折りたたまれる。L85A に自動小銃に装着された L123A に、ありがとうございます。